今日はインディアナ州レイク郡選出のチュン議員にお話を伺います。ようこそ。どうもありがとうございます。インディアナ州では新型コロナの影響はいかがですか？インディアナ州の92の選挙区の中で最悪なのはインディアナポリスのある地区ですが、僕の地元のレイク郡は2番目に悪い状況なので、毎日データを注目していますし、研究結果が発表されるたびに人々の対応も変わったりします。これから秋の新学期になりますが、親が職場に戻り始めればオンライン授業を始めるのか、病気の教師はどうするのか、学校で不足しているマスクなどの防護具はどうするのかなど、いろいろな問題が出てきます。パンデミックが長く続く中でかなりストレスが溜まっていますので、秋に向けてしっかりとより良い対策を取っていかなければと考えています。レイク郡ではいくつかの老人ホームが大きな問題を抱えています。新型コロナが発生し始めた頃に、地元の有権者から私は助けを求められ、面会も許されない家族が入所している老人ホームに感染状況を問い合わせましたが、返事はありませんでした。当初はかなりの混乱が起きていたようでした。私は数人の議員たちと一緒に知事に掛け合って保健当局に情報を集めてもらい、データを州民に公開できるようにしました。透明性は向上しましたが、まだ我々は新型コロナの真っ只中にいます。インディアナ州やレイク郡ではどのような対策が取られていますか？2、3週間前に条例でマスクの義務化を定めました。他の州と比べてこの措置を取ったのは早くも遅くもありません。全米では対応がまちまちですし、どこで感染が増えているのかなかなか正確には分かりにくいのです。私は医学は専門ではないので、専門家のアドバイスを受けながらことを進めています。人の命を救うためには、やはり間違いは間違いとして認め、専門家の意見をしっかり聞くべきですよね。政策の失敗もあったんですか？インディアナ州ではありました。先ほどの老人ホームの例ですが、両親や祖父母など愛する家族に会えなかったり、状況を知らせてもらえなかったり、だんだんと明るみに出てきたのは、新型コロナの死者の4割はこのような介護施設で適切な対応が取られなかったために亡くなったということです。報道でも高齢者問題はシルバー津波とか呼ばれて取り上げられます。団塊の世代が引退年齢を迎えて介護施設に入居する例が増えていますが、医学の進歩もあって長生きになっています。だからこそ今の状況は心配なのです。これから法律の改正など考えなければなりませんね。ただあまりにも不確実なことが多すぎます。州も連邦政府もどのシナリオを選ぶのか決めかねています。教育委員会も地方議会も首長も保健の専門家に決断を委ねたい。なぜなら十分な予算も専門的な人材もいないので、自ら判断できないからです。これは危険、これなら安全といった区別もつけられません。議論が紛糾し、人々は互いに食ってかかるばかりです。
わけもなく政府や学校に怒りをぶつける人もいて、当局はいい悪いの判断もできません。政治的な議論ばかりが行われていて、私の仕事もやりにくくなっています。経済活動の方はいかがですか？10億ドルもの税収の落ち込みが見られています。インディアナ独特の制度ですけれど、売上税で学校が賄われています。他の州では固定資産税の収入で運営されていますが、インディアナでは固定資産税には憲法上上限があるので売上税で補っています。コロナでビジネスも休業し、夏休みなのに旅行もダメなので税収が減っています。さまざまな不透明性が残っています。シカゴでは店も閉まっていたり暴動も起きたりしていて、大学も再開できなくて街は閑散としています。幸いレイク郡はシカゴから1時間の郊外にありますが、それほど影響は受けていませんし、徐々に良くなってはきていますけど、コロナの状況次第では明日どうなるのかまだまだ不安です。報道ではアジア系の人たちへのいじめや差別が起きていると伝えられますが、いかがですか？私や家族はあまり外に出ていないので、暴言を吐かれたなどということは今のところありませんが、選挙運動が近々始まれば人種差別的な言動はあるかなと覚悟はしています。コロナもなく経済不安もまだなかった2018年にそういう経験をしましたので、全米各地で武漢ウイルスとか中国風邪とか呼ばれたり、中国系をはじめするアジア系アメリカ人はコウモリや犬を食べるからこんな病気にかかるんだななどと意地悪されたりしていると聞いています。医学的にはまだ何が発生源なのか特定されてもいないのにです。しかし我々は冷静に対処していかなければなりません。今は選挙の季節なので人種差別が起こりやすい傾向があります。ウイルスのように目に見えないものが敵だと不安が募るので、目に見える明確なスケープゴートを求めるという人間心理も働いているのでしょう。ウイルスは怖いからですね。間違って他の人をスケープゴートにするのでしょう。警察による黒人男性の死亡事件がきっかけで抗議運動が起きていますが、あなたの地元はいかがですか？いろいろですね、正直に言って。シカゴに近い郊外の町なのでさまざまな人が住んでいます。政治的にも極左から極右まで幅広く分布しています。刑事司法改革を支持する人やBLM、ブラック・ライブズ・マッターの抗議運動に加わる人もいますが、私の選挙区は9割が白人なので、これは驚きですね。逆に、銃規制反対派や警察支持派も多く、右翼のデモもありますし、
分断の強い地域と言えるかもしれませんね。それでも大半の人は人種差別はいけないし改革も必要だと思っていますが、警察は常に正しいとか、いや、どんな命も大切だといった極端な意見が目立ってしまうんですね。中間的な意見が通りにくいのは残念です。だからアメリカ全体が苦しんでいるのではないでしょうか。今後はどんな結果を望みますか。近く開かれる議会では警察や司法改革について率直な議論をしたいです。警察が黒人だからという理由で職質をかけたり車を止めたりするような差別的な行動についてインディアナ州議会では今まであまり取り上げてきませんでした。このようなことは現代社会では許されません。議会で会派を立ち上げてきちっと議論をしなければいけません。例えば腐った警官や不正を行う犯罪者を擁護するつもりはありませんが、助けを求めた時に応じてくれる警察官がいなくなってしまうのも困ります。ですから常識に基づいて忍耐強く話し合えば改革は実現できると私はまだ希望を持っています。コロナや BLM 運動によって世界は大きく変わりました。今後アメリカや世界は何をすべきでしょうか。いい質問ですね。政治指導者たちは大人の対応が求められますね。私も政治家ですからそうあらねばならないと思ってます。議論があまりにも両極端で話し合うのが難しくなっています。国のトップの政治家たちがいがみ合う中であと2ヶ月少しで現代史上最も重要であろう選挙に向けて熱が入った激しい論争が続いています。私たち政治家はだからこそ常に有権者と関わり彼らと話をし、もし意見が違うなら繰り返し話し合ってコンセンサスを作っていくべきでしょう。互いの意見に耳を傾けないで運動を推し進めようとしても本当の改革にはなりません。政策や法律に結びつくような議論をしてこそ前に進めるのです。政治家として私は目や耳を開いていこうと思います。選挙が終われば落ち着くのではないかなと思ってますが、どうでしょうかね。2021年の議会会期では何が課題となりますか。来年は奇数年なので予算編成の年になります。また10年に一度の国勢調査の後ですから選挙区割りも行われます。インディアナ州は党派的区割り制度なので今回の州の上下院選挙の結果が左右することになります。
This election is especially consequential for the state house and state senate in our state because of that. 区割りは独立委員会が決めるのではなく、インディアナ州では議会が法律を作って知事が署名します。しかも11月の大統領選以下では1月からの政策がどうなるのか、コロナ対策は万全なのか、インフルエンザと相まって猛威を振るうのか、どんな時代になるか不安は募るばかりです。ワクチンはできるのか、景気はどうなるのか、全く見えないままに議会が始まりますから、激しい戦いになるでしょうね。私は独立委員会制度にすべきだと思ってます。2018年の選挙では51%の得票率を得た政党が 67% の下院議席を占めましたから、格差が残ります。一票の重みの大きな格差につながってます。私の選挙区はやや保守寄りの選挙区なので、民主党の議員として私はだからこそ有権者のコンセンサス作りに努力をしています。それが私を良い政治家にしてくれていると思います。有権者の声をよく聞くようにしていますが、それでは弱すぎるではないかとか、素早く動けないのではないかという批判もあります。法律がまた議員活動を縛るということもあります。政治家は信頼できない、政府は信頼できない、腐敗や汚職が多いのではないか。私も正直に言って、賛成する部分もあるし、だからこそいろいろな法案を提出しました。でも民主と共和が拮抗する選挙区だからこそ、みんなの意見をよく聞いてまとめる努力をすることが議員としての良い仕事につながるのだと思っています。長い目で見れば、一つの政党が圧倒的に強い選挙区よりも良い成果がもたらせると信じます。次の会議では、それではどんな法案を提出されますか。それもいい質問ですね。新型コロナのせいで、より手ごろな住宅の需要が一層高まっています。前の会期からの懸案事項でもあります。インディアナはアメリカの真ん中にあるし、シリコンバレーやニューヨークやバージニアみたいに成長もしていないし、オースチンやコロラドとも違うので、安価な住宅は十分あるのではと思われるかもしれませんが、実は立ち退き命令件数の最も多い全米20の都市のうち3つはインディアナ州にあるんです。賃金は上がらないけど物価は上がってます。立ち退きを定めた州法は家主に有利です。前の会期では地主と賃借人の意見をまとめることはできませんでした。なんとか家主をさらに有利にする法案は知事が拒否権を発動して差し止めたのでよかったです。私も反対でしたし、出なければコロナでさらに事態は悪化するところでした。今度は良い前進を見たいと思っています。私はまた金融委員会のメンバーでもあります。給料を担保にした高利のペイデーローンなど、いつも問題になります。融資するのはいいのですが、やり方がよくありません。貸す側はリスクが大きいのだから、数百パーセントの利息を取らないとやっていけないと主張しますし、消費者側はこれは死ねということかと反発をします。社会で早ごろと
努力する人たちを助けられるような合意形成をしていきたいと思っています。前回は悪法を妨げましたけど、今度も激論となると思います。なんとか両者に受け入れられるような解決策を見つけて、低利のローンが提供できるようになればと願っております。幸運を祈っています。本当にありがとうございました。